YouTube を聞いてくれているあなた、こんにちは今日は3月5日にあった競馬のレースチューリップショの話をしますねこのレースは15頭馬が出てました1着になったのが6番のゼッキンをつけたナミュール2着が1番のピンハイ3着が3番のサークルオブライフでした1着になったナミュールは このレースで一番足が速いと考えられている馬でしたというのも競馬にはレースごとに人気順が出ます人気順はこの先々実際に馬券を決めるようになってから馬券を買うようになってからお話し,しますねとりあえず今は足が速い順番とか 勝つと思われている順番に人気順って決まってるのかなって思ってもらっていいと思いますそしたら人気順に1着2着って着順決まるのかなって思いますよねでもこのレースで、まあ、1着は一番人気だったんですけど2着は13番人気でしたあこんなふうに決して人気順で決まるとは限らない 何ががるかかわらなないのが競馬なんですあとチューリップ賞はちょっと特徴というか4月10日に桜花賞という大きなレースがあってそのトライアルレースになってますオリンピックで例えたら桜花賞が金銀銅メダルを決める本番としたらチューリップ賞はその予選になります。 ということは有力選手になってくるともしかしたら予選で全力を出し切らないかもしれないちょっと余力を残してたのかもしれないって予想することができます。そうなると本番の大花賞はもちろん一着になった波打が一着になるかもしれないし負けた馬が一着になるかもしれないし このレースに出てなかった馬が一着になるかもしれない。そうやって考えると、本番の大賀賞のレースを見るのが楽しみになってきます。あと、昨日三月十三日にあったフィリーズレビューというレースも大賀賞の予選です。よかったらフィリーズレビューも検索してみてくださいね。今日もご視聴とチャンネル登録ありがとうございました。